ドボーンカゲヤンです。今日はですね、言い訳をしないということについてお話しさせていただきたいと思います。こうね、相手にね、何かをこう指摘されたりした時にですね、えー、その こと自分がなぜそうしたのかっていうのをわざわざねこう説明することがあると思うんですね。えー、つまりまあ言い訳というようなことが言えると思うんですけども、えーまあ、言い訳じゃないかもしれないですけどまあまあ言い訳ですよね、うん。そういうことをすることがあると思うんですけどもね、えー、それはね。 えー、相手のためにしてるんじゃなくて自分のためにしてるんですね、えー、自分を安心させるためであったりとか自分を正当化させるためにね言い訳ってこうすると思うんですこれってねよう考えたら必要かなというふうに思うとね必要かなって思いませんなんかその必要じゃないように思うんですよねだからその何ていうか言い訳された相手っていうのはね その言い訳してる人に対して良い印象を持たないと思うんですよね。そのまあ、相手が大人へとそうかとか、いろこう受け止めてくれはると思うんですけども、相手は良い印象。相手に良い印象も与えないし、自分自身がやっぱそういう言い訳をすることによって、やっぱり損すると思うんですよね。だから、そのなんかをこう指摘された時にちょっとこれはね。僕もね。その言い訳して。し みたいな感じで言っちゃうこともあるんですけどもその言い訳をするんじゃなくて相手の言葉を受け止めてですね素直に受け止めてそれ,で、えー、それを自分の中でこう処理するというか、あのー、素直に受け取る状態ですね。でそ素直に受け取って、えー、言葉を相手に返すという、えー、形を取る、えー、方がね いいと思うんですね。そうするとですね、相手が、えー、自分に対する印象がもうかなり変わってくるようにこう思うんですね。だからそのなていうんですかね、その言い訳してもね、何もそこからは生まれないというか、うん、その正直言って。 マイナスなことをしているようにちょっと感じたんですね。それとですね。なんかわざわざ言わんでいいのに言ってしまうこと。何気ないんですけども、何気なく言ってしまってるなって思うことがあったんですね。で、あのー、家族に対してでもですね。わざわざこれ言わ,言わへんかったら相手はそれその言葉をあのー、受けないんで、そのどういうんですか？ちょっと嫌なイン。 気気持持ちちちとととかか並んででむのにねね、えー、どっちかというと嫌な気持ちです、ね、パッとこう、あのー、受けて笑い飛ばす場合もあるかもしれないんですけどもその笑いになるような感じやったらいいんですけどもなんかわざわざその指摘するようなそういう余計な言葉っていうのもこう自分の中にこう飲み込むというかわざわざ言う必要なくてですねほんで自分でそれを処理してあげてですね相手は何も気づかない状態で持っていく、えー、その何て言うんですかねその それを気づかせなあかんものであればですねあのー、言わないといけないそれは相手のためにもなるし言わなあかんということもあるんですけどもその相手のためにそんなになってないこっちがそれをすることによってですね解決するそれで終わるっていうものに対してですねわざわざ言う必要はないんですねそれはなんかこう自分が言いたいから言ってしまっ てるだけなんですよねだから相手のためになってないというかでそれやったらその言う必要がなくてですね自分でそれを処理してあげるということで相手もこう気分よの過ごしてもらうっていうふうにしていくっていうことがの方がいいんじゃないかなっ でちょっとね最近いろいろあった時にちょっとそういうふうに思ったんですね。だから、あのー、言い訳をしないこととか余計なことを言わないこういうことをするだけでですね かなりその自分の中のものが変わってくると思うんですよねその相手に対するその気持ち思いやりとかねそういうのも変わってくると思うんで、えー、そういうことをね、えー、心がけていったらいいなというふうに思ってますほんで僕はそういうのを心がけるようにしようとであ今余計なこと言ってしまったなと思ったりもするんでそこでちょっとこう反省するというか今のこう言う必要なかったなとか言い訳も今のまたこう自分を理解してもらおうとするというか自分を正当化するために言ってる なっていうこととがあるとですねそこであ自分そそうななってるなとそれに対してすごい自分に罪悪感は持たないですけどもそこで一旦ちょっとこう反省するというかその今度からそういうことはやめようというふうに,こう次,にこう次に発展させていくというかねそういうふうに持っていこうというふうにちょっと思っております。ということで今日は「言い訳をしない」ということについてお話しさせていただきました。では今日ももよっししーでいきましょうどうど ありがとうございます。